土はアフリカ中央部のルワンダとブルンジを中心に居住する三つの民族集団の一つ。16世紀頃の牧畜民に起源を有すると見られる集団で少数派であったが、ルワンダ、ブルンジで王室を支えていたために、第一次世界大戦後のドイツ、ベルギーの植民地支配の際に農耕民であったフッツや、 狩猟最終民のトゥアに対する間接統治者として支配階級となった。1960年代頃から独立運動が盛んになると多数派のフッツと圧力を生じるようになり、1994年にはルワンダ紛争で50万人から100万人にも及ぶ土の人々が虐殺されている。近年では土もフッツも同じ人種との見解が主流となりつつあるため、 土族フッツ族という表現は使われなくなってきており、本記事も単に土、フッツと表記する。ヒューマンライズウォッチによると、1994年のルワンダ紛争時の虐殺にもかかわらず土の人口の77%程度がルワンダに居住し、ルワンダでは少数派ながら大統領を輩出している。しかし、歴史的経緯から内政では、 フッツとの正面からの衝突は避けている。土とフッツは同じ言語、宗教を共有しており、その文化もむねに通っているため、土系とフツ系の結婚もよく見られ、現代に至っては表面的にフツ系なのか、土系なのかを意識する機会は減っていると言われ、文脈によっては単純に支配階層のことを指して土という言葉を用いることも増えてきている。しかしながら、 近年まで続いた国内紛争や土系ゲリラによる不都系住民の襲撃による難民化などから個々の住民は今なお自らがどちらに属しているのかを内面的に自覚しているとされる。土はヨーロッパ人の到来とともにジョンハニングスピークに始まる。 ハムカ説系の説では15世紀にエチオピアから牧畜を制御とする土が同地域に来て18世紀までフッツとツアを征服したとして内力系のハンハム人種であるとされた。しかし実際にはフッツと土はもともと互いに境界の明白でないバントゥー系の集団で植民地化を進めたドイツ人とベルギー人が植民地政策のために 土を中間支配者として利用したと考えられている。土は牛いや戦士であり、普ツは農耕民が多かった。特にベルギー当局は牛を10頭以上持つもの、花の高いものを土とし、支配階層に据えた。Y 戦色体の遺伝子解析の結果、土がエチオピア系の遺伝子を持つ根拠は見つからなかった。ありがとうございます。